Hey, こんにちはクリスです今日もクリスの部屋を見てくれてありがとうございます今日はですねえっ、ー、と仕事がめちゃくちゃうまくいく近道を紹介させていただきたいと思いますあ g h t あとねいつもね LINE の応援ありがとうございます何か質問があったら公式 LINE アットクリスに送ってくださいね alright 今日のトピックはですね他の人の成功を願うことね これはね、本当に大切でよく忘れちゃうことだと思うんだよね。心の中のハートの基礎っていうかファウンデーション。ポイントは、人生ってさ、楽にやってるやつってあんまいないんだよ。ね。100人の中に100人にお前人生楽にいってるって。一人が昔は大変だったけど、今はちょっと楽になったなっていうぐらいなんだよ。人生って大変なんだよ。みんな大変なんだよ。辛いんだよ、人生って。やっぱりさ、 成功したいじゃんね仕事だけじゃないよお金だけじゃないよ幸せになりたい。毎日が楽しい。やりがいがあって、いい環境で働いて、自分が大好きなことを仕事にして、お金の不安がないっていう感じで成功したい。恋愛も成功したい。子供を育てるのも成功したいし、で社会的にも認められたいっていうのは、みんなが求めてることだと思うんだよ。で、だから、例えば、もし、周りの人 知らない人でもいいよ。知ってる人だったら特にそうだけど、誰かがうまくいってたら、ね、よかったねって思ってあげなよで。できれば言ってあげなよ。本当になんか仕事をね、いつもできる奴が会社に行って、なんかいつも褒められてて、ね、なんだよあいつって思うんじゃなくて、よかったねって思ってあげなよ。本当にね、自分にもそれを思うっていうのも大切なんだよ。 自分がなんかうまくいったら、自分に対して良かったねって思ってあげるんだよ。他の人がうまくいってるのあったら、良かったねって言ってあげるんだよ。だから例えばさ、ね、フェラーリ。僕の場合は、なんか、まあ、表参道に住んでたから、フェラーリよく見,見かけるわけよ。で、中にはブン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 ってすっげえうるさいやつもいて、なんかさ、ね、20メーター、 先に赤信号があるのに、バーって全力で飛ばしてキューって止まって、それをさ、10回ぐらい繰り返してるやつとか、たまにいるじゃん。で、なんだよ、あいつ、超ニューリッチで、ね、多分家庭はボロボロだぜって、心は貧乏だぜとか、絶対あいつ浮気してるぜとかさ、なんかすごいネガティブな発想が昔から、まあそういうのを見るとたまに出てくるんだよね。ジャラシーって言うんだよ。焼きもちっていうかね。で、僕は斎藤ひとりさんっていう、 あの、先生の、あの、ビデオとか、あの、聞いててさ、あの、リンクつけるから、ぜひ聞いてください。やっぱりその、うまくいってる人がいたら、よかったねって思わないといけないようにならないとダメなんだよって言われたのね。で、ちょっとこれやってて、すっごい人生が変わってきて、ま、ちょ、今日ちょっとシェアしてるんだけど、やっぱりその、フェラーリを乗ってる人がいたら、ね、よかったねって。 よかったよ、あいつできて。っていう感じで思うこと。んで、これをやると、おもしろいことが起こるんですよ。で例えば、自分の仕事でこれやるじゃん。相手の成功を願うことっていうことなんだけど、例えば、嫌な部長がいるじゃん。ね。でも、そいつ、そいつのためにも、成功を願ってあげて、応援してあげると。ごめんね、ちょっと今、コーヒーのタイマーが鳴ったんだけど、こういうことなんだよ。 じゃあ、今、お世話になっている会社。会社を成功させようって思い始めるわけよ。ただ単に言われたことを、はい、今日のペーパーワークはこれです。これやってくださいとか、バーって言われたことだけやるんじゃなくて、なんでこれをやるんだろう。で、もっといい方法はないのかなこれって無駄の作業じゃないのとか。もっといい方法あるんだったら、それを提案してみるとか。で、会社の成功を願ってね。 で、例えば、部長が大変だったら、自分の先輩がやることいっぱいあって大変だったら、どうやったらその人がもっと楽になるのか、っていうことを考えて、話してあげるとか。で、そうすると、面白いことが起こるんだよ。そうすると、今度、お客さんの成功を願って考えることができるようになるんだよね。じゃ、お客さんだったらもっとこういうサービス、今こういうのボサッてやてるんだけど、こういうのを、ちょっとこうやってこうやって方がお客さんに親切じゃないか。 お客さんはこういう方が喜ぶんじゃないかっていう発想も出てくるわけよ。で、それを実際に考えて、アイディアをプランにして、行動して、形にして、現実にすると。えすると、自分が、ま、仕事してんだけど、何やってんのって。何やってんの人生で。働くことって40%。 のの起きてる時間の人生だよ40年やってると人生の40%だよ働くの働き方じゃないよ生き方だよえ何やってんのそごいかっこいいこと言えるんだよ僕は本当に他の人の成功を願って生きてますってそれやってますってそれやってみ ぜひ、やってみてください。で、もう本当に、ね、会社でも、家庭でも、ね、普通に友達と会って話してても、ね、相手の話を聞いて、相手の成功を願って、うまくいってたらよかったねって言ってあげて、でなんかアイディアがあったら、こういうふうにやったらもっとうまくいくかもよとか、それ最高だねとか、そういうふうにやってると、 その、相手のことを考えてあげると、なんか自分もピカピカしてくるんだよね。ね相手の成功を願ってると、自分もやっていいんだって気づくわけよ。あ、自分も成功しちゃっていいんじゃん。だって、成功したら幸せになるんだよ。あの、ビジネスとかお金だけじゃないよ。本当に心成功って正しい道っていう意味でしょ不正って。 だから、成功、正しいところに行く。それはいいことなんだよ。超いいんだよ、お金の不安とかなくなって。で、他の人がお金の不安なくなったら最高じゃん。世の中の全員のお金の不安なくなったら最高じゃん。もう人類として成功じゃん。ね、一人だけさ、みんな成功してんだけど、一人だけさ、助けてくださいとか、困ってる人がいて、ね、その人を、 一緒に成功させたら、最高やみんなで成功しろよ,よってみたいな感じなんだよ。で、すごい、ちょっと面白いワークを準備しました。で、ぜひですね、この話に興味があったら、3週間、毎日、相手の成功を願って、相手に良かったねって言えるような感じで、3週間、ちょっと生きてもらいたいんですよ。で、面白い変化が出ると思うんで、ぜひやってください。でですね、やり方はすごい簡単なんです。えっ、ー、と、一つの条件があって、 ジャーナル。ジャーナルを用意してください。で、ジャーナルに、毎朝、もう本当に朝3分でいいから、朝起きて、まあコーヒー飲んでもいいんだけど、ね、朝起きたら、今日の日付を書いて、簡単にね、ね、今日は他の人の成功を願います。って書くのね。それだけ。で、それを、まあやって、 まあ昼間とか2時3時になってちょっと忘れちゃったらまたジャーナルを取り出して読むとか。だからちっちゃいジャーナルの方がいいかもね。あの荷物のカバンに入るような感じがいいと思います。はい。もう本当にね、これは本当にあの大切で、あの、忘れない方がいいっていうか、忘れやすいことだよね。みんな大変で、みんなの成功を願って、ね生きて、 行こうよななそうするといいよな。OK!Alright, thank you so much! で、あの公式 LINE でいつでもあの質問を送っていただければあの答えてますので、たまにはあのプライベートビデオで返、はい、したり、たまには YouTube に載っけてます。Alright, well thank you so much for checking out this video and I will see you in the next one! ありがとうじゃね